日本東京都練馬区石町北石町北は東京都練馬区の町名。現行行政地名は石町北一丁目から石町北五丁目。住居表示実施済み。郵便番号は一七七のゼロゼロ五一。石のボロ市練馬区の西部に位置する。東辺は練馬区石地内、石町東、南部は練馬区石町南、西部は西東京市東伏見。 富士町、北部は練馬区南大泉とそれぞれ接している。町域のほぼ中央を石神井側が東西に流れている。武蔵関駅周辺や大梅街道沿道に商店が見られるほかは武蔵関公園周辺をはじめ多くが住宅地として利用されている。本多手寺では毎年12月9日、12月10日に門前市である関のボロ市が開かれている。 これは、練馬区の無形民族文化財に登録されている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、石町北にの9の号の地点で39万円、平方メートルとなっている。 石町の由来については、次の2説がある。町域北端が富士街道に接しているほか、北部を新大梅街道が東西に横断している。一方南端が大梅街道と接している。鉄道は、町域のほぼ中央を西部新宿線が東西に横断し、武蔵関駅が置かれている。町域内西部は東伏見駅も最寄り駅の範囲にある。バス便は、 武蔵関駅から中央本線の小木久保駅、吉祥寺駅、三鷹駅行きの路線などが設定されており、中央線各駅へのアクセスは良好である。武蔵関駅南口2016年5月撮影、東京女子学院中学校、高等学校へみを武蔵関。ありがとうございます。